幕別町の皆さん、こんにちは。ホル担当のあみです。今日はですね、法要のお料理をですね、全般、ご説明というかさせていただきます。当店にはですね、何度かご紹介してきてるんですけれども、全部お持ち帰りができるお料理と、持ち帰りができるしその場でも食べれるしっていう組み合わせになっているお料理と、全部器にのを使った懐石料理という3種類の料理があります。全部持ち帰りができるような料理になると、こちらの極みという3段の料理ですね、こちらとあとこの4種類になります。白百合と木蓮とコスモスと林道ですね。これはもう全部持ち帰りもできるし、まあ、その場で食べるのも全然 OK です。でこっちの下の方になると、まあ、あのこういう箱のお料理プラス茶碗蒸しとかお刺身とかがついてて、この5種類の鍋料理から選べるような形のお料理になってます。その場で食べて、あとは持ち帰るっていうこともできますですね。あとこちらになると、こちらは全部器の懐石の料理なんですけど、うちの容器を使った、お料理になってます。でこちらも、お寺とかご自宅とかで会食する場合でもお使いいただけるようなお料理です。であとですね、例えば子供さんと一緒に参加するってお客様もいらっしゃると思うんですけど、そういった時に一応子供さんのお料理もこんだけの種類があって、まあ、4種類なんですけど、一応このお子様、新幹線とかは、子供さんもすごく喜ぶと思うんですけど、これはもうそのまま持ち帰ることができるので、すごくここら辺は人気がある、お子様の料理になっております。はい、ということで今ちょっとざっとご紹介して、あと一つごめんなさい、はい、こういう、お料理とかにですね、セットで付けられるようなスケロクのお寿司だったり、こういう五目ちらし、黒飯、あとは、わんこそばとか、お吸い物単品、茶碗蒸しの単品 と、この茶碗蒸しお吸い物がセットになっているものもあります。はい、ということで、これからご法要をちょっと控えていて、お料理ちょっと悩んでますってお客様とか、もしいらっしゃいましたら、このパンフレット店頭にもありますし、あとこのメニューはですね、うちの、当店のホームページですねからも、ご覧いただけるので、よかったらぜひあの気軽に、ご相談というかお問い合わせいただければと思います。はい、ということで今日はご法要のお料理のご紹介でした。今日の動画がいいなと思った方は、高評価と、あとチャンネル登録もよろしければよろしくお願いいたします。